クレムリン包囲か。ウクライナ精鋭部隊がロシアの都市を制圧。ロシア人がパニックで逃亡中。親ウクライナ派のロシア自由軍団の兵士たちは、ここ数週間、ロシア国境内の2つの異なる町を占領することに成功したが、今度はベルゴロドのロシア軍司令部を占拠した。親ウクライナ派兵士のベルゴロド市中心部への侵入を阻止するために配置されたロシア軍兵士たちは、 白旗を掲げたロシア自由軍団の兵士たちに降伏を余儀なくされたた自由軍団の兵士たちはベルゴロドのグラベロンスキーという町の攻略に成功しそこにいた全てのロシア軍を撃退することに成功した親ウクライナ派の兵士たちは個人化の町に続いてグラベロンの町を占領した後ロシア軍の装甲車や戦車を奪って勝利を誇示した ロシア軍が使用していた t 7 2型戦車を手に入れたウクライナ兵は占領した町の安全を確保するためこれらの戦車を国境地帯に送り始めた作戦を組織するウクライナ軍の司令官はウクライナの独立を回復しウクライナ領内でのロシア軍の占領を終わらせるために前進を続けると述べたウラジーミル・プーチンはウクライナ軍がロシア国境に進軍し始めたことに激行し ベルゴロド市中心部の治安対策を強化する行動に出た。プーチンの命令で、ロシア参謀総長のバレリー・ドラスモフは、ベオグラードのチノゴールにあるロシア本部に増派することを決定した。この地域にさらにロシア軍が派遣されることを知ったグラベオロン市のウクライナ軍は、ロシア兵の到着を阻止する準備を始めた。グラベチノ市のロシア軍の軍事基地を占領するために移動したウクライナ軍は、 戦車や装甲車と共に死に向かって前進した。支援を待っていたロシア兵は状況を知らず、ウクライナ軍の存在に驚いた。ウクライナ軍は遠くから戦車でロシア軍司令部を砲撃し続けた。本部の周囲に設置された迫撃砲で砲撃したウクライナ兵は、ロシア兵を退去させようとした。ウクライナ軍が戦車で司令部に向かって前進すると、司令部の周囲を封鎖した。ウクライナ兵は無人偵察機で偵察飛行を行い、 司令部に駐留するロシア兵の数を確認した。司令部内のロシア兵の数が少ないとわかると、ウクライナ兵は司令部を占拠した。ロシアのゲラシモフ将軍が派遣した支援部隊の到着が遅れたため、ロシア兵はウクライナ軍の攻勢を防ぐことができなかった。ウクライナ兵が近づいてくると、何人かのロシア兵は司令部を離れ始めた。数時間の衝突の後、ロシア兵はウクライナ軍に対応するのをやめた。 弾薬が不足し、ロシア軍は降伏するしかなかった司令部にある軍の建物の前に白旗を掲げたロシア兵はウクライナ軍に降伏することを決めたウクライナ兵はすぐに司令部に侵入し降伏したロシア兵を捕虜にした作戦の結果70人以上のロシア兵が投降し23人のロシア兵が命を落とした捕虜となったロシア兵の尋問で 200人以上のロシア兵が司令部に駐留しておりその半数以上が退去せざるを得なかったことが明らかになったウクライナ軍の司令官はテレグラムチャンネルの声明で装甲車4台と t 7 2型ロシア戦車1両を捕獲したと述べた地方情報筋から得た情報によるとウクライナ軍兵士はロシア軍司令部を占領した後、町の安全を確保するため町の入り口に地雷を設置し始めた ウクライナ軍の狙いは地雷を設置することでロシア軍の侵攻を遅らせ町への新たな攻撃を防ぐことにあるさらに町の入り口付近の廃墟に大量のウクライナ兵が配置されたハリコフ市に駐留するウクライナ兵がまもなくロシア国境に侵入し親ウクライナ派のロシア自由軍兵士が占領したこれらの町に定住することが分かったウクライナで17か月近く続いている戦争が突然ロシアの国境に飛び火したことで ウラジーミル・プーチンは非常に神経質になっている。ワグネル軍がロシアでクーデターを試みた後、ウラジーミル・プーチンは軍をコントロールするのに苦労しているようだ。ウクライナ軍は、ロシアで起きている内部疑瞞を後期に変え、ウクライナ領内でもロシア国境内でも大規模な作戦を展開し、プーチンに次々と打撃を与え続けている。ベラルーシの国境警察は72人のロシア兵を排除した。 セルゲイ・ショイグ国防相はクレムリンで発狂しているようだベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領とラジーミル・プーチンの盟友であるセルゲイ・ショイグの間には相当な敵意が存在する全世界がロシアとウクライナの紛争終結を待ち望む中戦場から興味深いニュースが飛び込んできた戦争の暴力がエスカレートするにつれウクライナ領内に駐留するロシア軍は我慢の限界に達している 戦争の残忍さに耐えきれなくなったロシア兵が軍内部で問題を起こし始めたのだベラルーシ国境警察はウクライナ侵攻後ウクライナとベラルーシの国境に駐留していたロシア軍人を殺害したロシアのプーチン大統領が最初にとった行動の一つが傭兵組織ワグナーとの会談だったワグナーの傭兵たちはウクライナ領内のロシア軍が不十分な地域に配備された プーチンの側近であるエフゲニー・プリゴージンが創設したワグナー傭兵組織は、ロシア軍の負担を大幅に軽減した。ワグネル兵はウクライナ領内でロシアに大きな利点をもたらしたが、最終的にはさらに大きな問題の発生に貢献した。先月のロシアのソレダール征服では、ワグネル部隊が重要な役割を果たした。プリゴージンによれば、ワグナーの戦闘員は、主にこの地域の地下鉱山の支配権を得るために、 非常に同盟にソレダルを征服したという。ソレダーを完全に支配した後、権威を維持するために大量のワグナー兵が派遣された。しかし、時間の経過とともに、これらの兵士たちはソレダーに大きな騒乱を引き起こした。ソレダーでは少数派の兵士がワーグナー軍人と同じ司令部を共有していた。ワグナー兵の大半が有罪判決を受けた犯罪者であったため、彼らを指揮することは非常に難しくなった。 ワグナー兵が悪さを始めると、彼らはロシア軍と戦っていた少数民族兵士を威嚇した。ワグナー兵は少数兵士を二級市民とみなし、司令部内は騒然となった。ワグナー兵から嫌がらせを受けた少数民族兵士たちは、ソレダー氏から追放された。司令部の問題を解決するため、ロシア参謀本部のバレリー・ゲラシモフ参謀総長は、司令部に駐屯していた少数民族兵士の立地区への分散を命じた。 しかし、しばらくすると、ワグネル兵はウクライナの複数の司令部で問題を起こすようになった。そのうちの一つが、ベラルーシ国境に位置するウクライナの都市バラシュにある。ウラジーミル・プーチン大統領は、大量のロシア軍を率いてベラルーシ国境を越え、ウクライナ領内に侵入し、複数の地区を占領している。ロシアは占領地に司令部を設置し、これらの地域の安全を確保するため、 相当数ののワグネルとチェチェェンの要員を派遣し,たしかしバラシ地方で長く勤務してきたチェチェン兵たちは紛争によってもたらされた過酷な状況に耐えることができなかったその結果司令部内で大規模な暴動が発生したチェチェン兵たちは食料も薬も与えられず不満を募らせた司令部にいたロシア軍とワグナー軍は基本的な必需品を満たすのに苦労しなかったが チェチェン兵には一日一二食しか与えられなかった。司令部に届けられた食料の大部分は、ワグナー司令官の自軍に割り当てられた。この状況を憂慮して、チェチェン兵、ロシア兵、ワーグナー兵が戦闘を行った。ロシア軍将校は、司令部内で問題を引き起こしている不服従で無秩序な兵士たちを逮捕するつもりだった。しかし、72人のロシア兵が混乱に乗じて密かに司令部から逃走した。 バラシのベラルーシ国境付近に駐留していたロシア兵はベラルーシ国境経由でウクライナ領内から脱出できると考えていたベラルーシの国境警備隊はベラルーシ国境地帯に近づいたロシア軍を発見したロシア軍は命がけでベラルーシ国境に向かって突進しベラルーシ兵の停止要求を無視したベラルーシの国境警備隊はロシア兵が走るのを止めないため介入せざるを得なかったこの事件では 国境警備隊がロシア軍に発砲し、兵士58人が負傷、14人が死亡した。ベラルーシの兵士たちは、自分たちがロシア軍人に発砲したことに気づき、途方に暮れた。彼らは上官に通告し、負傷したロシア兵を治療のためにベラルーシに搬送した。報道によれば、病院で治療を始めたロシア兵のうち11人が重体だという、ベラルーシ国境警備隊によるロシア兵への暴行事件は、 ロシア国内でセルゲイ・ショイグ国防相とプーチン大統領の間で重大な問題を引き起こしたかなりの反感がありプーチンはウクライナ国内での戦闘を拒否し前線から脱出しようとしたロシア軍人の逮捕を命じた一方セルゲイ・ショイグはこの分野でのイニシアチブは報われるべきだと考えている以前戦場から逃亡したロシア兵がワグナー司令官に殺害されたというニュースが世界を騒然とさせた 事態を察知したロシアのショイグ国防相は命の危険を感じてベラルーシ辺境に逃げたロシア兵が味方に襲われたと述べた。ベラルーシはロシアの同盟国であり、ロシア軍への攻撃を試みるべきではないと述べてきたショイグは、ベラルーシ政府がこの件で処罰されることを望んでいる。しかし、プーチンの意見は異なるようだ。プーチンは逃亡を図ったロシア軍兵士は相応の処罰を受けたと述べており、 ロシア軍の秩序と安定を確保するために厳格な規則を制定しその規則に違反した場合は処罰に耐えるべきだと考えているプーチンとショイグはこの問題で意見が一致していないショイグはベラルーシ政府に制裁を科すべきだと考えているがプーチンはベラルーシ軍の攻撃は正当だと考えているこのショイグとプーチンの意見の相違はクレムリン内部を複雑にしている両勢力の対立は クレムリン交換を派閥に分裂させた。しかしプーチンが常に最終決定権を握っているためセルゲイ・ショイグと彼の支持者は無関係であるロシアのプーチン大統領の独裁的な傾向はさまざまな反応を引き起こしているロシア軍がウクライナ領内に侵入するとウラジーミル・プーチンは独自の決断を下し始めたその一つが選択的動員であるロシア軍がウクライナ領土を攻撃する前 プーチンはこの占領は数日で終わりウクライナでロシア兵に危害は加えないという約束を守らなかった紛争が始まって以来ロシア軍は16万人以上の死傷者を出しているロシア軍がこれほど多くの死傷者を出したという事実がロシア国民のプーチンに対する怒りを煽っているしかしロシア政府によればロシア軍の損失は大したものではないウクライナ政府は毎月 ウクライナ軍軍とロシア軍の損害額を公表し,ているしかしウラジーミル・プーチンはこの情報は保護されるべき国家機密であるとして軍事的損失の公表を拒否している。